沼津貝塚は宮城県石巻市沼津寺で貝、八幡山にある縄文時代の代表的な貝塚。別称で貝貝塚ともいう。1972年10月21日、国の史跡に指定される。沼津貝塚本貝塚は石巻市の東に満石裏があり、その北方の標高25から15メートルの丘陵上に立地する。遺跡全体の面積は、 東西220メートル、南北160メートルである。縄文時代前期からの遺物が存在し、中期後半に入って、海藻が形成され、ハマグリやアサリ、ヤマトシジミの順で見られる。地元の毛利宗総七郎と遠藤源七によって、1908年から1929年にかけて継続的に発掘され、研究者も参加している。出土品では、釣り針、 森、安などの骨格器が多いことが特徴である。その他、漁具薬師、垂れ飾り品などの送信具など膨大な遺物が採集されている。このうちの骨格器一括、縄文土器二点、岩盤一個、土星十二点が一括して重要文化財に指定されている。戦後になって1958年、1963年、1967年には研究会、 大学、県などの研究団体が発掘調査している。規模も大きく、貝塚の保存状態も良く、湿度の骨格器も多量などの理由から1972年、東北地方における縄文時代の貝塚として国の史跡に指定された。ありがとうございます。